こんにちは、井上です。今日は、手間はかかるけど効率的な営業という話をします。まあ手間かかるんかいなとか思われるかもしれませんけども、まあ効率的な営業って考えた時には、まあやっぱり手間はかけたいんですよね。ある意味非効率な部分もあるんですけども、まあ結果的に効率的になればいいんで、まあ全体のバランスで考えたいと。で、私は今、効率的な営業をやってます。結果的にですね。で、そのために何をやってるかというと、まず一つは、まあ、ネットで営業すると。で、ネットに入り口を作っておいて、まあ、そこからお申し込みいただくと。で、そうすると、そのお申し込みの結果が私の方に来て、で、それに対して返信すればいいと。で、どこにいても、いつ何時、まあ、寝てたら 返せないですけども、いつ何時でも返せるということにはなります。で、その代わり、ネット上に、こう、メニューを出しておかなきゃいけないと。で、いくらで何をどんな風に提供するのか。で、そういうことをちゃんと出しておけば、で、自動返信の仕組みを作れば、じゃあ、お申し込みいただきましたと。で、自動返信で、その、口座情報なり、振込先なり、カード決済のリンクをお送りすれば、それで、決済も終わってしまうと。そこでやり取りを一つ減らせるわけですよね。で、それをメニューを出さずに、じゃあ、こういうことをお願いしたいんですけど、いくらですか？あ、こう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 なりますと。こういう場合はどうなんですか？あ、こうなりますと。で、安くなりませんか？あ、これぐらいだったらなんとか。で、そこで、音信が途絶えるっていうこともあるわけですよね。そこで受注があればいいでしょうけども、まあ、受注があったとしても、今の往復っていうのはあるわけで、お互いそこは、デメリットかなと、非効率かなと思うわけです。だからこそ、ちゃんとネット営業しておく。まあ、ネット営業でメニューもちゃんと出しておくということが、まあ、結果的に効率的に。そこにちょっとひと手間かければ効率的になると。で、効率化って言うんですけど、まあ、どっかひとと手間かけないと効率化にならないんですよね。全部、もう何でも 効率化になるというわけではないんで、じゃあプログラミングしますと言っても、それを習得するまでにそれなりの時間はかかりますし、その最初のに効率化するときには、やっぱりいろいろ考えたりとか、で改善していったりとかってあるわけね。ただ結果的には効率化にはなるんで、まあそういうふうな考え方をしてます。で、二つ目は、そのネット営業に付随して、自分のことをちゃんと書いておくと。だから自分が何が好きで何が嫌いか。で、どんな仕事を受けたいか。まあ、そういうのを出しておかないと、やっぱり頼む側もわかんないですよね。まあ、なんかこの人優しそうだなと。まあ、気軽にご相談くださいって書いてるから、相談してみたっていうので、で、いざ相談してみると、自分が思ってたのと違うとか、自分と思ってた人と違うというのって、あるかと思うんですよね。だから、私も、その自分っていうのを出すようにはしてます。まあ、その結果、どうでしょうね。そのミスマッチは今、なくなったわけなんですけども、自分をちゃんと出すようになってから。まあ特に嫌いなものとか苦手なものですよね。できないこととか。まあそういったことも最初に出しておかないと、まあ全部いいことばっかり出していたら、まあやっぱりそこでミスマッチはあるわけですよね。あ、それをもう一手間かけて出しておくと。まあそうすることによって結果的にその仕事を断らなくて済むんですよね。断らずに済んで、なおかつその、いやいや、やらなくてもいいと。自然と、その自分に合った方、自分に合った仕事をいただけるということにはなります。だから正直、まあ正直で言えば、言い方を変えると、これでお金をいただいていいのかって。まあこれでっていうのは別に手を抜いてるわけじゃないんですけど、めちゃくちゃ楽しいわけですよね。で、今は、まあ、その楽しいのが仕事っていうものではありましたけども、今のようにちょっと方向転換するときは、まあ、これ、なんか、ただでもやりたい仕事だし、まあ、もっと言えば、お金出してでもやりたい仕事だけど、逆にお金をもらえてっていうので、その、もやもやするときはあったんですけども、まあ、今は、まあ、そういうもんだと思って、受け止められるようになったんですけど、当初はそういうことがありました。で、そういう仕事だとやっぱり効率的ですよね。まあ、好きな仕事で、もう、喜んでやった仕事の方が効率的に進むわけで、なんかこう、いやいややったりとか、まあ、これ嫌だなとか、でもお金のためだし頑張ろうみたいな感じでやると、なんか、ね、
非効率でなかなか進まないかなとか思うんですよね。まあ逆に言うと、まあその嫌な仕事だからえいやって進めてしまってすぐ終わって効率的だっていう考え方もあるかもしれませんけども、なんかそれやってると自分がちょっと疲れ果ててくるかなと思うわけです。で、三つ目は、紹介ルートをちょっと見直すということですね。まあやっぱり紹介って効率的なようで非効率なんですよね。ネット営業の逆なんです。効率的に、じゃあまたお願いしますとか、まあ誰々さんもお願いしたいって言ってるんだけどとか、すごくいい人がいてねって今度会ってほしいとか、で、時には安くしといてほしいとか、独立したばかりだから安くしといてほしいとかですね。今大変だから安くしといてほしいとか、まあそういうこともあるわけで、まあそれはそれでいいんですけども、じゃあその紹介に自分が苦しむことになったら、やっぱり非効率だし、紹介者にも申し訳ないし、そのお客様にも申し訳ないと思うんですよね。まあだからこそ、まあ私は今紹介というのを受けてないです。で、もしそういうお話があったら、まあブログなりホームページをお伝えして、まあ直接ご覧になっていただいてお申し込みいただくと。まあそこで手間はかかりますけども、まあそうしていただくようにはしてます。で、やっぱりメニューがご覧になって、特に値段ですよね。思ってたより高かったってことになってしまうと、まあお互い良くないと思いますんで、まあ紹介でどんどん増やしていくっていうのは効率的なようで、まあ結果的に、そういう自分に合わない仕事、自分に合わない人との仕事をしてしまって、非効率になってしまうんではないかなと思ってはおります。だからまあ、紹介してくれる方はいい人でも、先の方とは合わないっていう可能性ってやっぱりありますからね。そこで、紹介者の方がそのマッチングを考えていただいて、この人に合うはずだとかってめちゃくちゃ考えてくだされば、それはそれでいいと思うんですけども、まあ、そこまで考えないですし、お互いのことをそんなに知ってるわけじゃないかなとか思うんですよね。だから、紹介って悲劇を生むんじゃないかなと。まあ大体ですね、紹介だから断れないとか、紹介だから安くしなきゃいけなかったとか、まあ紹介だから辞めることができないとか、まあ紹介でどんどん、まあこれは実際に聞く話なんですけども、こう変な人の紹介ってやっぱ変な人なんで、なんか変な人がどんどん増えていくみたいな、変な仕事がどんどん増えていくとか、安い仕事とか、まあもっと言うとちょっとグレーな仕事とかですね、グレーな仕事がどんどん増えていくみたいな。グレーな人はグレーな人を紹介してくれ、していくんで、まあそうすると全然、歯止めが効かなくなって、まあ非効率になってしまうかなと。まあ非効率なんですけども、売り上げは増えてお金は貯まるかもしれませんよね。ただまあそのお金が貯まるだけでいいのかどうか。まあ一時期はそういうこと大事かもしれま、が必要かもしれませんけども、まあ今がそうであってもそこから抜け出すということを考えると、じゃあ今日お話したような、まあ、ネットで営業するということと、ね、自分を出すということと、ね、紹介ルートを見直すと。見直すと言いますか、立つと言った方がいいでしょうね。紹介ルートを立つと。まあ、なかなか最初から立てないとは思いますけども、まあ、ゆくゆくはやっぱりそこを立っていかないと、自力でそのネットから仕事の依頼を受けるということをやっておかないと、なかなか効率的にはならないかなと思ってはいます。まあ対面での営業でもいいかと思うんですけども、やっぱり商談なりがあるかと思うんですよね。その場合は実際に、じゃあちょっと会いましょうということで、じゃあこれこういうわけでということで、自分の紹介したりとか、自分のサービスを紹介したりとかで、それで少なからずお互い1時間かかってしまうわけなんで、まあそれだったら、まあ好きな時間に、空いてる時間に、好きなだけご覧いただくような形でネット営業をしておいて、まあ、自分のメニュー、仕事と、自分の、どういう人間かっていうのを出しておくといいんじゃないかなと私は思ってます。だから、まあ、手間は、まあ、これまでも膨大な時間をかけてきてますし、そして今もかけてるわけなんですけど、日々手間をかけてるわけなんですけども、まあ、その全体の効率化ということ、その効率よく仕事の依頼を受けていると。で、効率が良くなるような、まあ、自分が、ぜひともやりたい仕事を、ぜひとも、ご一緒に仕事をしたい方からの依頼を受けているということで、まあその部分で、まあ、トータルでは効率化しています。だからそういう状態を目指すんであれば、今日3つ
お話したようなことをぜひやってみていただくといいかなと思ってます。仕事の効率化もどんな仕事を受けるかでも決まってしまうんですよね。だから私もその効率化できないような仕事だともうどうしようもないです。まあ、例えば紙が大量にあるとか、まあ、連絡が延々あるとかですね。延々あるって言ったらあれなんですけども、じゃあ、毎日電話があるとなると、まあやっぱりその集中力も落ちますし、効率的に、他の全体的に効率化的に仕事ができないかと思いますので、まあどんな仕事を、受けるかってところで決まってしまうと。で、納期がめちゃくちゃ短いとかですね、金曜日の夕方にいただいて、月曜日の朝一っていう話とかであると、まあなかなか効率化にならないですよね。まあ土日を潰してっていうことになってしまうんで、そこの入り口をどう考えるかっていうところは、やっぱ効率化を考える上で大事かなと思っています。まあ、というわけで今日は効率的な営業、まあ一手間かかるけど、効率的な営業ということでお話しさせていただきました。これで終わらせていただきます。ありがとうございました。